こんにちは、天文アーティストのあやこです。12月21日のあまチャンネルをお届けしたいと思います。私、今お風呂入ってるんですけど、もちろん、お洋服着たままバスタブに使ってますけど、このお風呂の中って、意外とこう浄化するスペースなんですね。で、今日はね、どんな日かっていうと、またね、今月2回目の、ムーンのお月様に、関係する、位置のサインが出てる日なんですけれども、こういう時っていうのは本当にこうリズムがあったらギューンってこう下がって上がるみたいな時なんですよね。ちょうどそんな時ってやっぱりこうおすすめしているのがお風呂なんですよ。で、お風呂の入り方で、こう気持ちのね、切り替えとかリラックスとかもう全部済ますことができます。そしてこれも言えるんですけれども、不安っていうのはもう結構もうどんな誰でもそうなんですけど、もう自分で詰まらせてるものなんですよね。だから例えばですよ、こうお風呂に入った後、ゆったりリラックスした後だと自分のいいとこって探してくださいねって言ったら、急に何かを考えてる時よりもおそらく見つけられると思うんですよ。今日ね、意識してほしいことは、不安に感じた時こそこう自分のいいとこを自分で見つけてほしいんです。もうこの12月のテーマっていうのは、人からもらうことがね、で人から評価してもらうことよりもこう自分自身でどん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 こう内側に、すなわちこう追求していっていただきたいんですね。だから、今日ね、巡りがですよ、ムーンのところに来てまして、なんとなくこういう日ですよ。でもこういう日だからこそこういうね、で意外と私考えてみると、こういう風になった時にすごく今日みたいにね、ちょっとね、変わったね、リラックスできるお風呂に当たったりするんですよね、またね。それってやっぱりこう天運をつかみ取ってきてる、天運のサイクルがこううまく回ってきてる証拠だなと思います。その下がりが皆さんダメとは思わないでくださいね。だってずっとピーンとゴム張ってたらね、いつかは伸びきってヨレヨレになるじゃないですか。あれと一緒で、やっぱりこういう時も必要です。でもこういう時も、今日ね、渡したようなアドバイスのように意識していただくと、ヒュインってすぐまたね、上向きになってくるっていうような、流れになると思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーいきたいと思います。今日は紺色です。そしてナンバーは6です。やっぱりね、その今日の色でもね、現れてるように、紺色ってね、青色ですから、こう浴槽にですね、入浴剤、青色の入浴剤とかね、浮かべていただいて入っていただくのもいいかなと思います。そして6っていうのは調和の数字です。ですからやっぱり腸もリラックスですよね。今日もそうしていただきたいなと思います。じゃあまた明日も皆さんにとって天文が引き寄せられるようなお話したいと思いますので、ぜひ見てください。天文アーティスト、あやこでした。